投資家に売春を斡旋し、海外遠征賭博をした疑いなどで起訴されたビッグバン出身の VI が、景気竜神氏の陸軍地上作戦司令部で裁判を受ける。検察が VI を在宅起訴状態で、裁判所に渡したのは1月だったが、軍入隊による裁判所変更などで、まだ初公判の期日さえ確定していなかった。5日、陸軍などによると、VI の事件は検察の起訴とともに、ソウル中央地裁刑事合議部に配当されたという。その後、VI は3月9日、陸軍に入隊した。新兵教育隊で、5週間の基礎軍事訓練を受けた VI は第5軍団令下部隊に配置された。これにより、ソウル中央地裁第26刑事部は5月15日、VI 関連の裁判を第5軍団司令部の普通軍事裁判所に移送した。しかし、第5軍団司令部の普通軍事裁判所は直接裁判を引き受けず、VI 事件を再び地上作戦司令部普通軍事裁判所に移り調。地上作戦司令部普通軍事裁判所は6月23日、VI 事件を受理した。移り調理由は正確に知らされていなかったが、事案の重大性を考慮した措置と伝えられた。裁判を上級部隊で進め、より深く扱おうという趣旨だとみられる。地上作戦司令部普通軍事裁判所で扱われる VI の疑いは全8件。特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反食品衛生法違反業務上横領性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反売春斡旋等行為の処罰に関する法律違反常習賭博外国為替取引法違反売春斡旋等行為の処罰に関する法律違反などだ。まだ公判期日は決まっていない。